全力ファジライブ、今日はこちらの選手です。坂本一太です。よろしくお願いします。熊本県出身、今シーズン J1 のガンバ大阪から期限付き移籍で加入したフォワード坂本一太選手、19歳。昨シーズン J1 で9試合に出場し1ゴールを記録。今年はアンダー20日本代表として3月のアジアカップと5月のワールドカップに出場し、いずれの大会でもゴールを決めました。ファジアーノでは今シーズン3ゴールを決めるなど、若きストライカーとして注目を集めています。国際舞台も経験されて、何かこう自分変わったなみたいなところってあるんでしょうか？海外の選手でやっぱフィジカルも強かったり、そういうところはやっぱ刺激を受けてこっちで変えた部分っていうのはいろいろあります。将来的には海外に行きたいとか、そういう目標もやっぱり持ってるんですか？はい、ありますね。22までには海外に行きたいっていうのはあるので、プレミアリーグで一番プレーしたいっていう気持ちがあります。硬水、固い水を飲むことは意識してて。硬水っていうのもなんか足がつりやすいんですよ僕。はい。固い水を飲むといいっていうのは聞いて、それ試合前飲むようにはしてます。へえ。夏場とかは特に足つりやすいんで意識してますね。19歳ですもんね。そうですね、19ですね。いいですね。8月26日の誕生日を迎えると20歳になりますけど、はい、20歳になったらやりたいこととかあるんでしょうか？20歳になったらやりたいことですか？いや、特にないですけど。ないですけど、はいはい、でも20歳で止まってたいなみたいな。あ、それ、はい、一生20歳でいたいっていう感じです。点を取ることが自分の仕事だと思いますし、まあ、それ以外にもこう守備のところだったり、まあ、攻撃のリズムを作るところだったりっていうのは自分の持ち味でもあるんで、チームの勝利が一番なので、ここから勝ち続けられるように、で最後昇格してシーズンを終えられるようにしていきたいなって思います。